はい、えー、フリーーライターのコインショーです、えー。今日はですね、東京都知事の小池さんが、えー、子供もに、ねえー、月5000円あげますとで、チルドレンファーストと言い出してるんですけれども、えー、実際のところは、まあ、国民の、ね、数が、えー、少子化によって減ってしまうっていう国,国家存亡の危機に備えて、えー、なるべく子育て支援をしたいということで。 まあうん、毎月5000円配りましょうって話をしてて、まあ、年6万円かになるんだけれどもそのこと自体はチルドレンファーストではなくて国家ファーストです、はい、だから趣旨はチルドレンファーストを歌いながら実際のところは国家存亡の危機に備えましょうっていう話ですねそれぐらい少子化がとんでもなく深刻になっているってことはもう再三僕は一月万冊で言ってきましたけれどもじゃあ月5000円って <laughs> とやっぱりこれがねあの、なんだろう、ヤフーのね、ニュースのトレンドに入ってきてしまうっていうのは、うんまあ、それぐらい、何やっとんねんっていう額面だからだと思うんですよ。まあ、それはね、あの東京都がまあ主導して、日本、引っ張っていく東京都ですから。 えー、東京都がなんとかその少子化をストップさせたいっていう気持ちはかるんだけれども、えー、ただ、それはまず、チルドレンファーストとは全然違う話です国家、国家ファーストの話なんだっていうことが、えー、まず、えー、ミスリードされないようにした方がいいなと思って、今日はその話をしていこうと思います。こ、えー、こののニニュューーススでですねはいこのニュースをちょょっと読んでいきましょう 速報東京都小池知事ジルドレンファースト社会のため子どもに月5000円給付明らかにと、ね、TBS の,あのサイトであのニュースですけども東京都の小池知事は少子化問題への取り組みとして0歳から18歳の子どもに月5000円程度の給付を行うことを明らかにしました、ね、少子化問題への取り組みでしょ 小池さんが言います、えー、チルドルファーストの社会の実現に向けてさらなる取り組みを進めています現状はもはや一刻の猶予も許されない、えー、だからこそ都が先駆けて具体的な政策をあ対策を充実させていかなければなりません、えー、東京都の小池知事は職員への新年の挨拶の中で、えー、望む人誰もが子どもを産み育てることができる社会を目指すとして都内の えー、0歳から18歳の子どもに月5000円程度の給付をする考えを示しましたこれね、この望む人誰もが子どもを産み育てることができる社会を目指すならば東京都がまず最初にやるべきことは、えー、LGBT のカップルでも、えーね、里親として子どもを育てられるっていうふうに、えー、条件緩和してください。 ね、東京都は日本のやっぱりリーダーとしてやっていかなきゃいけないのに、えー、LGBT だったら里親になれないってこと小池さんは発言しましたよね、だからそれは育ての担い手を減らしているってことなんですよ、そのこと自体が。だからまず、望む人、誰もが子供を産み育てることができる社会を目指すならば、えー、里親になれるあ要件を緩めてください、まず、まず第一に。でね次に えー、0歳から18歳までって言ってもあの、月5000円程度の給付っていうのがさ、0歳にとっての5000円、まあ、0歳でかかるお金と18歳でかかるお金は意味合いが違うんですよ。だから同じように月5000円渡せばいいっていうのは、どうも違うなって僕は思います、額面もさることながら、ねまあ、0歳から、まあ、あの。 まあ、あるいは胎児から教育するって人もいるかもしれないけど、教育費って0歳のときにはかかんないですよね、ね子供を預けるときにお金がかかるかもしれないし医療、医療費はかかるかもしれないけれど、逆に18歳までの中高生ぐらいまでになってくると、今度は教育費にお金かかるわけですよね、ねでどん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 0歳から18歳までの、ね、間に子供の体は大きくなるから、副食費、ね、衣類費がかかるわけですよで、食費ももちろんかかるわけです。 だから、0歳から18歳までの子供って言っても、それを平均でならして月5000円程度にするということは、まあ、実質的には大した影響はないだろうって僕は思います、ないよりましだけれども、配るためのお金だって、手続き料がかかるわけだから、これは果たして5000円を一世帯に渡すと言っても、ですね子供に渡すわけではなくて、 親に渡すわけだから、その5000円が適切に使われるかは別問題なんですよ。中には5000円ね、子供がいるたんびに入ってくるぞやったーと思って、えー、パチンコに行っちゃう親父とかいるわけですよ。ね、だから、あのお金をあの渡せばいいだけじゃなくて、実態としての,その本当に成果があるのかと。 ね、子育て費用に、えー、支援しますよというのが、本当にそれに使われるのかっていう検証は、まず必要だということです、でもう一つ、5000円が適切なのか、これもあの年子どもの年齢に応じてかかる費用が変わってくるので、えー、例えば給食費、ね、小中学校の公立の、うん、学校、あるいは都立校だったら、給食費ゼロにするっていうのを、まあ、区でやってたりやらなかったりしているような状況があります。 えー、そういう、ね、直接、えー、世帯から支出される、えー、給食費に関しては東京都がある種の補助をするなんていうことでもいいんだけど、区は頑張ってますよ、頑張ってない区もあるけどね、でちょっとあのその5000円というレベルがどの程度なのかを測る一つの物差しとして、給食費っていうのがだい月、えー、4月0 0千0ぐらいかかるので。えー えー、この給食費無償化についてちょっと触れてみたいと思います、えー、学校給食の無償化葛飾区のほかに品川区、中央区水戸市も本格検討予定がない自治体の理由は何なのかっていう記事が東京新聞に出ています、ねえー、コロナ禍や物価高を受けて全国の自治体で相次ぐ学校給食の無償化についての考えを聞くため関東地方の政令市県庁所在地 東京都特別区の計31区市にアンケートしたところ、4区市が新年度にも実施する検討を行っていることが分かったと。ねで、読んでいきましょう、えーと。アンケートの方法をちょっと確認しておくと、2022年12月、つまり昨,昨月ですね。 えー、東京23区と関東6県の県庁所在地、政令市の計31区市に文書で行い、ね、アンケートを行って、各教育委員会の担当者らがから回答を得た、各自治体が設置する小中学校の給食費について、所得制限や子どもの人数などの条件を設けず、えー、保護者負担をゼロにする制度の導入や検討の状況を尋ねた。 ね、選択肢と記述欄を設けたとで、導入するかどうか未定を含めると、無償化について検討している区市が10を超えた一方で、15区市が財政問題などから予定はないと回答した、ね、地域による温度差が浮き彫りになり、今春の統一地方選では重要な争点になりそうだ、そうですよ、<laughs> やっぱり4、5円毎月出ていくものに関してはね。 一つの世帯から考えれば、ね、大きいですからね。年間6万近く出てっちゃう話だからね。これ大きいですよ。えー、葛飾区が導入を決定済みと回答した、えー。方針は昨年9月に発表している。えー、コロナ禍や物価高騰が続き、家計の負担が増えていることを理由に挙げ、新年度予算案に関連費用を計上する準備を進めている。ね。それが葛飾区です。 導入に向けて前向きに検討しているとした、えー、いずれも新年度に、まあ、始めることを視野に入れていると今年のだから4月には始めたいと、えー、水戸市は中学校の給食費を無償化予定、ねえー、教育費などの負担が大きい中学生世帯の支援を優先すると水戸市は考えたんだな、えー、世田谷区は最終方針は未定としながら新年度に何らかの方法で無償化を実現できるように検討していると説明した。 足立区も早期実施に向けて実施方向や、実施方法や、えー、財源も含めて検討中と、ちょっと前向きですね、えー、このほか台東区は物価高対策で1月から当面の間、無償化すると答えたと、ねまあ、こんなふうに導入を決定済みは葛飾区、ね、導入に向けて前向きに検討が品な,なく中国・えー、水戸市。ね 検討中、導入するか見てって言ってるのが江戸川区、北区、世田谷区、台東区、豊島区、中野区と、で検討中だが新年度から導入する可能性は低い、今年の4月からはちょっと無理なんだけど、も、検討したいっていうのが杉並区、導入する予定はないとはっきり言ってるのが荒川区、板橋区、大田区、江東区、墨田区、千代田区、練馬区、文京区、港区、目黒区、横浜市、埼玉市、川崎市、前橋市、宇都宮市。ね その他、足立区、渋谷区、新宿、千葉市、相模市っていうのが、まあ多分まだ判断が出てないんでしょうね、市政として、えー。導入する予定はないと回答した 15, 市15区市では、財政負担が大きすぎる、まあ、毎年、ねえー、負担することになるからね、というのが江東区、えー、経済的な財源の確保が困難、練馬区など、10区市が財政への影響を理由に挙げた。 自治体任せにするのではなく、国による一律的な対応を求める意見も上がったえ、平等に無償化を実現するためには、国や都による広域的な取り組みを検討すべきだという中野区、ねまあ、これもわかるよね、結局区だけに負担させるんじゃなくて、国や都が補助してくれればできるかもしれないわけだよね。だとしたら、それこそ,その地域市民だけではなくて、国民全員がやっぱり子どもにはちゃんとね、 給食費ぐらいは払わなくても飯が食えると、最低1日1食は、ね、子供のために支出するんだっていう気持ちがあればさ、あのね、給食費無償化なんてできるんだと、ね、だから兵庫県の赤石市のように、他の、えー、なんだ財政支出をカットすればできることなんだよ、国の責任において無償化を実施するべきだ港区など、だから結局区のレベルでは財政が厳しいんだったら、 あの都や国,国もお金入れてくれよって話なわけだよね。えー、衆院事務局によると中野区や東京都三鷹市など全国の自治体地,方議会地方議会から国による給食無償化の導入や自治体への財政支援を求める意見書が100件以上提出されているとあだから衆議院にってことは、まあ、国に対して自治体があの100件以上提出されているということはやっぱり。 区とか市のレベルだと、さすがに全額っていうのはなかなか大変なんだってことですよ、給食費無償化のためには。ね、だけどやっぱり財源は限られてるから、えー、少なくともですね赤石明石市に見習って、本当に公共事業をやる必要があるのかとかさ、ね、大きくかかりすぎてるお金を他のものをカットして、えー、子どもたちを守ろうっていうね、姿勢を持たなかったら、子どもを飢えて、子ども食堂が、 保管すするっていいうさなななんんだかかよよくわかんない状況になりますよ子ども食堂は増えればいいわけじゃない、子ども食堂を必要としない社会を作る方がよっぽど大事なのに、まあ、それを国や、えー地方あのー、都道府県でやらないので、えー、市のレベルで頑張っちゃってるわけだ、それだからお金がない、お金がない言うてるわけだよね、うん、でもさ、民間でやる、子ども食堂のように民間でやるのがあ本当にいいことなんでしょうかね。 少子化対策をちゃんとしたいのであれば、子どもがちゃんと飯が食えるって当たり前のことを守るのは、あのなんていうかな、なんでできないのって考えた方がいいよね、やっぱりそれは大人たちがさ、何かの建設利権だったりさ、いろんな他の利権を、あの守自分の利権を守りたいからだよね、えー、物価高騰などを背景に、無償化や保護者負担を軽減する動きが各地で出ている、うんまあ、そうでしょうな。 えー、学校給食法は給食提供のための設備や運営の経費は自治体、えー、食材は保護者が負担とすると規定し,しているが、文科省によると、自治体が保護者を支援することをさばたげるものではないとされると、ね、一方で岸田総理は、昨年5月の国会で、経済的に厳しい家庭の給食費はすでに免除しているとし、さらなる負担軽減については各自治体において、地域の実情に応じて検討して、えー、いただくと。 うん、答弁、えー、国による無償化には慎重な姿勢を示した、これは給食費を無償化しないで、えー、例えば出産一時金であったりとか、えー、子育て支援金という別の形で払うからあ払っているから、もうあの貧困家庭には国,国として、えー、お金を出すことはためらうというのが岸田さんの考え方なんだね。えー、文科省の資産、えー、2018年度実績推計では 全国で完全無償化した場合の費用は年間4386億円だとこれが高いのか安いのかってなかなか,こうなんうか見積もらないと思います無償化対象はすべての家庭にするべきかあるいは経済的に厳しい家庭に限るべきか学校給食無償化について関東地方の主要自治体に聞いた東京新聞のアンケートでは公費負担のあり方をめぐって意見が分かれた新年度からの無償化方針を決めた東京都葛飾区 冬休みを控えた12月下旬に小学校を訪れると子どもたちが大豆入りかドライカレーやリンゴなどのメニューを楽しんでいた区立小中学校の児童生徒は約2万9000人で給食費は月額3900円から5280円まあ、だ45000円するってことだよ新たに約14億円の予算が必要になるが区は物価高騰などを踏まえて子育ては社会全体でできることをやるべきだとの考え方。 考えだとうん、社会全体でっていうことは、うん、あの区だけじゃない、都もそうだし国もそうだっていうのは多分、あのー、含みで言っているんだよね。え品川区もすべての子育て家庭の負担を減らすため進めるとする費用は年間13億円超と見込むアンケートにはさまざまな回答が寄せられた文京区は無償化には多額の費用を要する。 まずは学校の増改築、えーね、外壁改修など、現状の課題の解消を優先的に進めるとした、まあ、これ、子どもがね、学校の中で頭ぶつけたりとかいろいろあるんで、あんまり危険なあの状態のままにしておきたくないというのはあるからねこれも、これはこれで大事なことだよね、えー。杉並区は昨年6月に初当選した岸本佐子区長が、無償化を選挙公約にしていたが、回答では、 恒常的な財源確保を図った上で継続して実施すべきとの考えからすぐに実現可能なものではないと、区の事業全体の、えー、調整を行いつつ検討を進めていく必要があると、えー、難しさをにじませた、うん、これも、ね、大幅に、ね、あの利権絡みの事業をカットすれば <laughs> ひねり出せる額面ですよ、杉本あの岸本区長、頑張ってくれと僕は言いたいです。 小中学生が約26万人の横浜市は無償化には年間115億円かかると教員2万5千人の食材費を含めた資産の費用が必要になるという相模原市も子育て世帯への支援は大変重要としながら財政への影響が大きく検討は進んでいないとしたね千葉市は生活保護や就学援助を受けている世帯の給食費は公費負担。 つまり貧困,世代貧困世帯は、えー、公費負担と、えー、無償化の拡充は子育て支援施策全体の中で優先度を見極めて、えー、総合的に検討する必要があると,、うん、ということは少子化問題はあの千葉市にとっては深刻ではないと考えているのと同じです、はいえー、板橋区も困窮世帯以外への無償化には効果的な公費投入の視点で考えた場合国民の納得が得られるか疑問 と指摘した <laughs>、まあ中華無償化したら、つまり子どもの給食費を無償化したら、国民の納得が得られるかどうか疑問と言ってるってことは、大人たちがやっぱり子どもをね、1日1食でも食を守るってことしないとやばいんだっていうことに、鈍感すぎるか関心がないか、どっちかだってことだよね、だから国民の納得が得られるか疑問っていうふうに答えてるんだよね。 その他中野区からは私立学校などの児童・生徒との公平性が担保できないとの意見があった、これは、ね、考える必要ないと思いますよ、中野区さん。私立学校っていうのは独自の精神であのやってる、独自の考えでや,やれるところだから、公立校に合わせようと思えば私立が頑張ればいい、経営努力をすればいいだけなので、別に私立に忖度する必要ないと思いますよ。うん えー、千葉工業大の福島直子准教授教育行政学の話、えー、無償化方針の有無にかかわらず自治体の回答は財政負担が課題という点で共通している、えー、家庭の経済事情で区別するのではなく誰もが給食を無償で食べられ子どもの権利が満たされる社会の方が望ましい本当だよね、えー、無償化対象に条件を設ける場合行政側に多くの事務作業が生じるその通りです。 えー、コロナ禍、物価高によって経済状況は急変しており、生活保護や就学援助をすぐに受けられない家庭が出てくる恐れもある、まあ、実際出てきてるでしょうね、だから本当は生活保護を取った方がいいような暮らし、貧しい暮らしをしている子もいるんだけれども、それがいわば自治体に、まあ、役所に発覚しないうちは、生活保護を取ることもできないまま、生活保護を取ってる人よりも貧しい暮らしをうんに耐えているということがあるから。 貧困層だってはっきり分かっている生活保護受給者の子供以外も救う必要はあるんだよって話だよね、一律に無償化する方が合理的でもある、その通りだと思います、うんえー、法政大の白鳥博教授、現代政治分析の話。 えー、子どもの権利の観点から住んでいる自治体の財政力などによって受けら,受けられるサービスが異なるのは好ましくなく国が自治体と協力して無償化を図るべきだ、まあ、その通りでしょうね。 えー、女性対象が徐々に拡大した医療費のように、給食無償化は地方自治に大きく関わるテーマであり、統一地方選で広く議論してほしい、そうね、今、市長選、市議選、ね、県知事選というのはこれからどんどん増えていきます、今年は。は、ね。その時に給食費お前、どうすんだって立候補者に、ね、聞いてみてください、ね。無償化します、どうやったら財源できるんだっていうね。そうしたら、例えば、なんだろうあの、補修工事はやりますが、新しいあのなんていうかな、えー なんかビル建てたりとか、そんな箱物とか、そんなことはやりませんとかさ、それでなんとか建設か関係をカットしますとかさ、別に建設関係だけじゃないんだけど、いろんな他の事業費をカットして、2割カットしますとか、3割カットしますとか、それで浮かせますとかさ、具体的な財源論の話を選挙で問うた方がいいよね、一般的に投票率の高い高齢者を意識した施策が実現されやすい傾向がある、日本の少子化は危機的な状況。 子育て世代にとってより良い政策を一層考えてほしい、でもさ、この先生も子育て世代にとってって言っちゃってるからさ、結局それってさ、親が世帯,世帯主として、えー、こういう、えー、月5000円ね、子供のためにって言って、えー、お金をもらうわけでしょ、親がもらうわけですよ、だから必ずしも、えー、か、その毎月もらう、ね、東京都からもらう5000円が、えー、子供の,あの食費に回るとは限らないわけ。 それだったら給食費た,ただにしてくれた方がよっぽどいいよねって、それ、ベタにあの子どもの飯がの少なくとも1日1食は、えー月、月金まではね、なんとか、えー、保てるので、本当に子どもが飯食えないっていう状況をみんなイメージした方がいいですよ、はい、それでね、ただ、コロナ禍に入ってはっきり分かったのが、僕らはもう、あの賃金だけでは食っていけないってことです。 平均年収で毎月10万円赤字、じっとしている日々、ね、段階世代、これはもう70代のことだけども、子が貧しく、孫ができないっていう風に嘆いてると、ね、日本の平均年収に443万円は、約30年前の1989年の平均年収452.1万円から減少、一方では物価が上昇、社会保険が引き上げられているので、実際に使える金、ね、可処分所得っていうのがあるんだけど、実際に使える金は減ってるんだと。 でえー、年収443万円安すぎる国の絶望的な生活の著者小林美希さんは平均年収で暮らす多数の中間層が経済的な困窮から生まれるさまざまな問題を追いかけてきた、ねえー、平均年収で暮らす今の日本人の典型例として小林さんは著書に登場する須藤慎太郎さん仮名を挙げる、えー、須藤さんは神奈川県在住の48歳会社員、えー、年,年収520万で専業主婦の妻と娘一人を養っている以下 太字は著者からの抜粋、はいえーね、この著書の中身を読んでみましょう、えー、保育会社に転職したら年収が520万円に減りました、えー、手取りだと400万円、妻は専業主婦なので、僕だけの収入だから生活はかなり苦しくなりました、月収だと手取り32万ですが、毎月貯金を取り,、えー、取り崩してなんとかあの生活していますと、えー、賃貸マンションに暮らし、家の購入はとても考えられない。 家計は毎月10万円の赤字、毎月ですよ。彼らが自由に使えるのは月1万5千円の小遣いのみだと、この旦那さんね。えー、僕のお小遣いは昼飯代も込みで月1万5千円です。基本、弁当です、えー。昼飯を外で食べたとしても500円で収めないと、1万5千円ですから何もしちゃダメなんです。何かしたら使わないといけない。じっとしていないと,と。 でこの言葉は平均年収の人々の現実を表すものとして非常に印象的だったと小林さんは言う多くの人が実は同じように感じているのではないでしょうか他の取材対象者からも水族館の入場料が高いファミレスにも行けないとよく聞きました須藤さんは自らの生活をこう投げている。 赤字は毎月10万円、これって一般的な家庭像で夫が大黒柱で妻が扶養の範囲内で働くとちょうどいいというのと合致しますよね、なんだかそういう典型的な夫婦のモデルケースになれないって人生の脱落者というか使いなのかなと思っちゃうんですと夫がサラリーマンで妻が社会保険料を支払わなくていいように月8万円ほどに調整して働く、それが中流家庭なんでしょうねって、だからうちは中流以下、でもそもそも中流って何なのでしょうね。 小林さんは30年前なら年齢を重ねるにつれ収入が上がったため会社員という専業主婦と子供がいるというのは一つのモデルケースだったというしかし、もはや今はそれが当てはまらなくなったことを須藤さんのケースは示しているでしょうね90年代だったらねまあそれでもですよ毎月の赤字がせいぜい1万円から2万円レベルそれをボーナスで補填していたんですよ。 でもこの今の事例のように毎月10万円が赤字っていうとなるとこれ借金にせざるを得なくなるよね、い,い,つ,いつかは貯金があのなくなるわけだからなぜ今の日本で平均年収で中流の生活ができないのかえ日本の経済が成長していないこと賃金が横ばいでスキルアップしても収入増につながらないことが大きいと思います。と 国税庁の調査で1997年と2021年の40代男性の年収を比べると年間60万円以上低くなっています、えー、日本人の給与が世界の水準から取り残されていることは著,者著書でも指摘されている日本の賃金は約30年ずっと変わらないまま経済協力開発機構 OECD の2020年の調査で、えー、物価水準が考慮された購買力陛下 を見ると1ドル110円で計算した場合の日本の平均賃金は約424万円で35カ国中22位だった1位のアメリカは763万円で大きく差がついた韓国は2015年に日本を抜いているものねその通りですかつては経済大国だった日本が成長できなくなったのはなぜかその要因には企業が人件費削減を優先し1999年の労働派遣法改正を一つの契機として えー、非正規雇用を増やす政策が取られたことそれによって収入格差が拡大し中間層が崩壊したことにあるのではないか、えー、小林さんは取材を重ねる中で今の日本経済の衰退を見抜いていた経営者に出会っている伊藤忠商事会長だった丹波宇一郎さんだとね。で丹波さんはエコノミストでこう語っている、えー、富所得の二極文化で、えー、中間層が崩壊する 中間層が強いことで成り立ってきた日本の技術力の良さを失わせ、日本経済に非常に大きな影響を与えることになる。中間層の没落により、ものづくりの力がなくなる。同じ労働者の中で、私は生産、あなたはフリーターという序列ができ、貧富の差が拡大しては、社会的な亀裂が生まれてしまう。ね。えー、タンパシはト、タンパシなのかな庭師なのかなちょっと確認しまーす。う、えーんと。 庭、うんはい、庭です、ね、<laughs> 庭部一郎さんです、ね、すすねねさん、はい丹 <laughs>、えー、庭氏は、えー、当時から所得格差のあ拡大に強い危機感を抱いていたのだ、うん、小林さんは中間層の没落が人々の心の余裕も失わせたと考えている政府が給付金を出すと飛びついてしまいがちですがね 財源はどうなっているのか本当に困っている人を助けることにつながるのか疑問を感じることはないでしょうか、えー、物事を広い視野で捉えたり他人のために考えられる余裕が失われていると思いますと、えー、2022年去年ですね経団連は中間層復活に向けた経済財,財政運営の大転換という報告書を出している日本経済の低迷の根本的問題は中間層の衰退と需要不足にありそれを改善するために積極財政を求めるものだと え非正規雇用を増やし、所得格差を拡大する要因を作ってきた経団連が、ここに至って中間層の復活を訴え,訴えるようになった皮肉なことです。このままでは本当に日本経済が立ち行かないと現実的に捉え始めたのだと思います。でしょうね。うん、よいしょと、えー。日本経済の衰退を実感する人は最近増えているのだろうかと。うん えー、コロナ禍による所得格差の拡大や最近の円安がきっかけで気づく人はいると思います、特に最近の物価上昇によって初めて自覚する人も多いのではないかと、えー、小林さんは団体世代が、えー、定年退職後に就職氷河期世代の非正規雇用の問題に気づき始めたという、ね、団体世代、今70代ですね。 団塊世代は高度経済成長期の日本を生き若者の非正規雇用などの問題に対して努力が足りないと切り捨てることが多かったのですがやっと気づく人が増えてきましたなぜなら彼らに孫ができないからです、ね、格差社会の影響で自分たちの子供の収入が低く生活が苦しいから出産をためらうそこに問題の本質があることを理解し始めていますもっとも金がないからだけじゃないんだけどね。 これまで非正規雇用や横ばいの賃金の問題は自己責任論で片付けられがちだったしかし小林さんは自己責任論には限界があり、ね、疲労感が現れ始めていると、えー、日本人が自己責任論から脱却し正面からこの問題に向き合うためには何が必要なのだろうか、えー、自己責任論についてさまざまな見方がありますが2001年からの小泉純一郎政権下で竹中平蔵氏が新自由主義の世界を作ろうとする中で、えー、労働者の間に広まってきました、えーね、自己責任論ね 政府があらゆる業種で派遣労働を認めたことで非正規雇用が増え正社員になった人が勝ち組で非正規が負け組と言われるようになったその構造を作り出したのは政治なのです自己責任から抜け出すためにはどんな政策が行われてきたのかその結果何が起こったのかを知ることが大切それを知ることで自己責任論では済ませられないと改めて理解できるようになります就職氷河期世代の多くが非正規雇用で働かざるを得ずに えー、労働に老後に不安を抱えているこの問題を放置した場合、彼らの多くが生活保護受給者となり財政が圧迫される可能性があるという、えー、日本総研の、えー、下田雄介主任、えー、研究員の試算では就職氷河期世代のうち高齢貧困に陥る可能性があるのは約,、えー、約135万人。<laughs> その生活保護費用費用費が 生活保護費が約27兆5000億円に上るとされています、日本の財政破綻を招きかねない金額です、そうですよ、それを避けるためには、彼らの雇用問題に正面から取り,取り組むしかない、しかし2019年に政府が就職氷河期世代の就労支援を始めたとはいえ、物足りなく、まだ真摯に対処しているとは言えないと、小林さんは指摘すると。ね でここで自治体の話が出てきますしかし、自治体レベルでは独自の取り組みによって成果を出している例はある東京都は2015年から中年層の非正規社員を対象に就職支援事業東京仕事塾を行い一定の成果を上げています。また富山県は地元のの中小企業と学生のマッチングを図る 富山就活バスツアーや就活女子応援カフェなど積極的な取り組みを行っています地元の子どもたちが就職の際に富山に戻って活躍し地域づくりをしてほしいという理由から始められましたと、えー、富山県には YKK やね、えー、これなんていうもの富士越っていうものかなうんうん富士港富士高っていうのか えー、産業用ロボットの会社なのね世界シェアを誇る企業は実は多数あるとそのため雇用の受け皿が多く働きながら子育てがしやすい環境があるとそれらの魅力をしっかりとアピ,ールアピールする取り組みがうまく回っているんだと、えー、今はコロナ禍によって地方が見直されており地方に就労者を呼び込むチャンス、えー、富山県のような取り組みを各自治体が地道に実施していくことが雇用問題を解決する糸口になると思いますと。 なるほどそれと同時に長期的な支援に立った政府の取り組みが重要だと小手先で解決できるような状況ではありません限られた財源をどう振り分けるかは政治判断でありそれを動かすのはやはり国民の声です雇用問題の解決に財源を充てるよう声を上げていかなければ大変な未来が待っていると思いますと、ね、全くその通りですよ。はい でもね、あのー、いろんな意見があるんです、世の中にはあのー。とりあえず金持ちには金やらなくていいんじゃねとかっていう意見もある、つまり所得制限をかけようっていうのは今までもあった。しかしね、考えてみてほしい、年収1000万円でも余裕はない、子育て世帯は高収入がデメリットになる場合もあるんだよと。年収1000万円って聞くと、なんか勝ち組だとか思うけど、実はそうでもないってことです。年収1000万円は えー、高収入の一つの目安となる数値です、年収1000万に憧れている人、年収1000万円を目指している人も多いのではないでしょうか、一般的には高高、高年収だと見なされている年収1000万ですが、余裕のある生活とは言い難いといった声も少なくありませんと、ねで、国税庁の民間給与実態、えー、統計調査によると、1年を通じて勤務した給与所得者の1人当たりの令和3年分の平均年収は443万円ですと、えー、年収1000万円以上の割合はわずか4.9%。 一般的に高収入であるといえます年収1000万円の場合手取りは720万円前後となります月収に換算するとおよそ,およそ60万円、ね、一人暮らしの場合毎月60万円あれば余裕のある暮らしが遅れるでしょう子育て世帯の場合は家族構成住んでいる場所住宅ローンの有無などによって生活レベルに差が生じますと子供が複数人都心住まい住宅ローンありといった家庭は年収1000万円であっても余裕を感じづらくなる傾向ですと。ね だから家族がいて、子供がいて、都心に住んでて住宅ローンもあると言ったら、ねあの、額面720万円しかも手取りがない場合は、意外と余裕がないんだよってことです。年収1000万円の子育て世帯の家計において大きな割合を占めているのが家賃、まあ、ローンでねも、もしくはねで、あと食費、教育費、えー、住んでいるエリアによって異なるものの、家賃は10万円から20万円程度,程度のところに住んでいるんだと。特に、ね、地価の高い都心部は 家賃の割合が大きく20万円を超えるケースも珍しくない食費は1日3000円だとしても毎月9万円が必要です、ね、子供1人いたら3人で飯食うとなったらそうなるよね共働き世帯では外食の頻度が増えたりお弁当を購入したりすることも多いため食費はさらに高くなります教育費は子どもの年齢が上がるほど増えていきます私立の学校への進学,、うん、進学を考えている場合は計画的に貯金をしておかないと家計を圧迫すると。 また習い事や塾の月謝も子育て世帯にとっては負担ですと、えーね、受験に向けて夏季講習、冬季講習などは10万円以上の臨時の出費が発生する、えー、子どもが遠方の学校に通う場合は学費に加えて生活費を仕送りしなければならない複数の子どもの進学が重なるとつまり、えー、て2歳ぐらいしか離れてないとか3歳ぐらいしか離れてないと同時に、ね、お金がかかりますわな私立に入るお金がね年収が1000万円あっても赤字になることがありますと。 まあこれが今の日本ですよ、年収1000万あっても赤字になる場合があるんだよ、はい、それで最初の問題ね、東京都はまあ国家存亡の危機だということで、毎月5000円、0歳から18歳の、ね、あ子供のいる世帯に配りますよ、年間6万円配りますよっていうけれども、子育て支援の支出増だけで出生率は上がるのかっていうね、非常にあのラジカルな質問を。 問いいかけているののがこの記事です2022年の出生,数あ出生数が80万人を下回るというと、日経新聞によると推計では80万人割れば,ば2030年の予定だったんだよと、人口が1億人を切る時期も早まることになると、そういうことです。 えー、人口の安定的維持に必要な合,、えー、合計特殊出生率の水準は人口痴漢水準と呼ばれ、日本では2.06から2.07とされていると、この水準を下回り始めたのは1975年である、以来、出生率は低下の一頭をたどり、2021年が1.3、えーね、去年はこれよりさらに下がるはず。 1989年の合計特殊出生率1.57に落ちたことが1.57ショックという言葉とともにメディアで大きく取り上げられた1990年少子化は政治家が取り組むべき重要課題の一つになった以来、歴代政権は手を変え、品を替え対策を打ち出してきたしかしいずれも成功したとは言い難いいいですか、1990年に1.57ショックで話題になったけれどももう30年以上経ってんですよ。 30年以上やってしね少子化対策に失敗してきたってことは、それに携わってきた有識者会議メンバーが似たような人たちだったってことだよね、考えが劇的に変わるような、成果を出した人たちじゃないってことだよ、有識者会議に呼ばれてたメンバーが、賢くなかったってことだよ、結果を見れば明らかじゃないか、ね。 日本の少子化対策の問題は子育て関連予算が著しく少ないことだと指摘されているこれは必然的に出生率が低下する先進国では子育て支援など家庭関係支出の規模が小さいと出生率は回復しない傾向を示すという国際比較に基づく見解である、ね、ところがさまあ実際にはね しかし、支出規模を大きく引き上げるだけで、出生率が上昇するとは思えないというのも、日本の出生率が低迷する背景には、婚姻率の著しい,い低下という出生以前の問題があるからだ。ね、こういうことです。で、もうだからね、お金を出せば、性欲が湧くなんて人いないでしょ、ね。20年以上前から、草食家っていうことがね、若い男性に指摘されてきたわけだよ。 ね、でしかもさ、結婚というのは男の子にとっては責任なん,責任なんだよ、経済的な、ね、安定基盤を持てるかどうか、自分の生活ですらさ、自分の就職によって安定する会社にい,れいられるか、しかもそれが正,規正社員としていられるか、非常に危ういのに、そこでかみさんを専業主婦にするかどうか、別にしてもね、かみさんに幸せをあの約束すると言いにくいっていう時代なわけだよね。 だからそれはね、金だけの話でもないわけ、ね、性欲もあの落ちてしまってるから、そもそも若い男の子が興味をあの、恋愛とか性愛に対する興味が湧きにくいで、その先にある結婚、出産、子育てまで全然その手前でストップしてしまってるんだよ。そのことを考えない限り、えー、少子化っていうのは、えー、解決できないだろうなと、僕は考えます、少なくとも。 なので、まああの、冒頭でね、小池さんがチルドレンファーストのためにとか言ってる、嘘ですから、それは国家存亡の危機ですからって言ったほうがまだわかりやすい、でも、それはね、皮肉にも、あの小池さんだけではなくて、お金をつければ、ね、若者が結婚できるするだろうっていうふうに考えているのは、そもそも子供から若者になり、若者が責任のある大人になりっていう、この育ちっていう過程を、えー、多くの人が、 まあ、興味がないからななんです、ね、あの興味がないことに僕ら素直になりましょう。ね、興味がないから子供も,もが、ね、どんなに不当な扱いを受けていてもです、ね、別に自分のことじゃないというふうに考えがちなんですよ。でもこういう正論を言っても全然多分主張は伸びないだろうなと僕は思います。だから小池さんを批判したところで批判する側も子供に対して関心がなければ結局はあのよく分かんない金がばらまかれるだけです。 で、5000円毎月入ってきたんだ。よし、5000円お小遣いにしてパチンコ行こうっていうおっさんが増えるだけなんじゃないかなと思いますが、皆さんはどのようにお考えでしょうか。コメント欄、チャット欄にぜひ、悲惨のない意見を書いてみてください。えー、この動画もいいねつけたり、拡散してもらえると嬉しいな。ということで、またね。